気象庁が山形県にに顕著な大雪に関する気象情報を発表しましまた。山形県では西川町大井沢で午後5時までの6時間に38センチ西川町金山で午後5時までの6時間に36センチ西川町小国で午後5時までの6時間に29センチ大江町当田沢で 午後5時までの6時間に27センチの記録的な降雪を観測し、気象庁が顕著な大雪に関する気象情報を発表しました。短時間で急激に積雪が増えていて、大規模かつ深刻な交通障害が発生する恐れが高まってきている状況です。不要不急の外出は避けるようにしてください。また、停電や集落の孤立などにも注意が必要です。